そして見積もり合計額は88万円でした。はい。で、補助金予定金額は44万7千円になります。見事大体半額で内窓をつけられるという見積もり書になりますね。はい、こんにちは、キキです。今回も内窓のお話をしたいと思います。この動画では実際の見積もり書を公開しながら、我が家が行った見積もり方法、先進的窓、リノベ事業という補助金を使う上での確認すべきこと、また、こんな業者には気をつけた方がいいよという点をお話ししていきたいと思います。下にチャプターを載せておきますので、気になるところから見てもらっても大丈夫です。ご活用ください。では、本題スタート。1. 見積もり方法。我が家が見積もりを行った方法は4つあります。1. 信頼のある地元の工務店への見積もり依頼。こちらは前回リフォームしてお世話になったので引き続き見積もりをお願いしました。2. 積水ファミエスというリフォーム会社での見積もりを依頼しました。我が家は積水ハームなので5年ごとに点検日があります。今年はその25年目の点検があり、内窓の見積もりもしてほしいと依頼しました。3. ポイントサイトからの案件を使って一括見積もり。私は普段から時間がある時にポイントサイトにてポイ活をしています。で、まあ、何かクレジットカードを申し込む時とか、あと車を売りたい時とか、リフォームをしようと思っている時に必ずポイントサイトを挟んでから見積もりをお願いするようにしています。今回はホームプロという会社とリショップナビという会社を挟んで見積もりをお願いしています。こちらはホームページから申し込むよりポイントサイトを挟むことによりポイントがもらえて一石二鳥というものです。例えば今ですとホームプロで一括見積もりをするだけで1200円分のポイントがもらえることになります。またリショッピナブであればなんと1万円分のポイントがもらえます。お得ですよね。こちらは新規一括見積もりの依頼後14日以内に電話での本人確認をすれば簡単にもらえるものなので、リフォームしようかなと思っている方はお得に見積もりしてもらえるチャンスです。またポイントインカムに登録していないという方も私の紹介で2000円もらえるキャンペーンもあります。お互いポイントがもらえてウィンウィンなものになりますので、よろしければご利用ください。 4. 激安内窓クラブで自分で見積もり。こちらは一番早く見積もり金額が分かる方法で、リクシルの商品での見積もりになります。自分で寸法する手間はありますが、私は工務店の方が現地寸法をしてくださるときに、隣で窓の大きさを教えてもらい、スマホ入力して簡単に見積もりすることができました。なので、これから現地に来てもらえる方は、窓の大きさを一緒にメモしておくと、後々自分で見積もりすることもできるので、おすすめです。はい、では次に見積もりする前の確認すべきこと。をお話しします。見積もりを行う上でまず注意しなければならないのが、その業者が先進的ニラベ事業の自動車登録を行っているかどうか確認するということです。4の激安クラブは見積もりする上でしっかり対象の窓が出てきたので安心でした。その他の1から3は電話で見積もりをお願いする際にしっかり確認しておきました。特に3のリショップナビやホームプロの場合も、申し込んだ際にすぐ折り返し、その会社から電話が来るんですけども、紹介していただく会社がしっかりこの補助金に対して事業者登録を行っている会社を紹介してくださいと、しっかりその電話で伝えておくことをお勧めします。で、先進的窓リノベ事業のホームページからも事業者登録している業者が都道府県検索できるので、不安な方は自分で検索してみてください。また見積もりをお願いする際も、補助金対象の S グレードの窓で見積もりをお願いしますとしっかり伝えてください。前回の動画でリクシルのインプラスと YKK のプラマード U の比較動画や補助金対象の窓も詳しく説明している動画をアップしているので、こちらも見ていただけるとより理解できると思います。概要欄に載せておきます。3. こんな業者に注意せよということなんですけれども、ここからは私が思うこんな業者には注意した方がいいという特徴をお話しします。1. 補助金申請費がかかるのを知らせてくれない業者。これは友人から聞いた話なのですが、友人がリフォームした際、その見積書には申請金額という記載がなかったらしいんです。ですが、補助金を受け取る際に上限50万円だったそうなのですが、5万円が勝手に引かれていて45万円を受け取ったということを聞きました。これはあらかじめ申請費として5万円会社に支払うことを知っていればもやっとすることはなかったと思いますが、勝手に引かれているというのがちょっと
ナーバスな感じですよね。特に大型リフォームですと、そういう浸水額とかそういうのに目が回らない場合がありますので、しっかり補助金を使う場合は申請費がかかるのかかからないかというのもしっかりチェックしておくことをお勧めします。 2. 補助金金額があらかじめ引かれている業者は注意。補助金が支払われるタイミングは業者によって違います。ほとんどが製品代と工事代を合わせたリフォーム代金を支払い、工事が終わった、まあ、3ヶ月前後ぐらいに補助金が振り込まれるという流れになると言われていますが、稀に補助金が引かれた代金を支払い、補助金はリフォーム会社に直接振り込まれるという流れになります。しかし、万が一補助金制度が打ち切られ、補助金がもらえなかったという場合もゼロではありません。その場合、当社の場合だと追加料金が発生してしまうという事態になります。万が一の場合は予測したくはありませんが、しっかり払える金額をあらかじめ知っておきたいというのが正直なところですよね。物価や電気代の上昇のこの時代、後からの出費はとても痛いと思います。なので最悪の場合も想定して、補助金を含めない金額提示もしっかりしてくれる業者さんの方がおすすめではないかなと私は思います。注意した方がいい業者3、見積書に補助金グレードや補助金金額が記載していない業者。今年内窓をつける方は、先進的窓リノベ事業という補助金を利用したい方が大半だと思います。ですが、見積もり書に補助金を記載していなかったり、補助金に対しての情報が曖昧で話をごまかされる業者は注意した方がいいかもしれません。まだ補助金について曖昧な業者も多いと思いますが、グレードに応じていくら補助金が下りるかというのは決まっていることなので、この窓にしたらこのぐらい補助金が下りると記載してもらった方がとても分かりやすくてありがたいですよね。私の場合は業者がしっかり分かっているかっていう確認と、記載してもらうことによって何かトラブルがあった時に文明にちゃんと残していただければ証拠として残りますので、トラブル回避にもつながると思います。リフォームでのトラブルとして言った言わない問題がありますので、こういったことは細かく記載していただくことをお勧めします。はい、今までの話は今年内窓をつける方に限られますが、過去には選ばない方がいい住宅会社というテーマで動画をアップしていますので、こちらもこれからリフォームする方や家づくりをする方にはぜひ参考にしていただきたい動画となっていますので、下の概要欄に載せておきますのでぜひご覧ください。はい、では皆さんが一番気になる見積書を公開しながら説明していきたいと思います。はい、前提として対象商品はリクシルのインパルスと YKK のプラマド U になります。はい、では我が家が設置しようと思っている窓の紹介をします。全部で8つあります。はい、ではまず1つ目にこちら、玄関の近くの窓になります。これはリフォーム時にすりガラス状のこのシートを目隠しで貼ってもらってます。カーテンがちょっとつけたくなかったのでこのようにしてありますね。はい、では2番目はこちらの階段のところの細長い窓ですね。北窓に内窓をつけると結構暖かいよっていう風に言われたので、こちらも見積もりしてもらいました。はい、ではこちらはですね、トイレですね。トイレは内側に開くタイプで、ここに網戸がありますので、内窓はフィックスしかつけられないと言われたので、まあ、夏ぐらいしかあんまり窓を開けないので、フィックスでいいだろうということで、フィックス窓で見積もりしてもらってます。はい、次は和室になります。和室はですね、こちらの障子を取り払ってで、この内側につけるという形になりますね。で、ここは和室なのでやっぱり格子ありの方がかっこいいかなと思いまして、プラマド U の S グレードのものを見積もりしてもらいます。ではこちらは洋室になります。将来の女の子たちの部屋にしようと思っていて、8畳ぐらいの部屋ですね。で、窓がこちら、引き出し窓が1つで、あとは1つ腰窓ぐらいの窓が1つあります。ではこちら、リフォーム全くしてなくてちょっと昔ながらな感じになってしまうんですけど、将来長男の子供部屋になる予定の部屋です。先ほどの洋室と同じようにこちらの腰窓ぐらいの窓が1つあるのと、あとこちら出窓になってるんですよね。内窓をつけるとなると、一番コスパが良くて暖かいのはこの内側につけるという処方しかないそうです。で、なんだかんだ言ってこの棚結構使えるしいいなって思っていたので、できれば内側ではなくて外側に
窓を付け直すとかガラス交換とかで断熱効果を上げることはできませんかっていうふうに相談したんですけれども、やっぱりコストが倍以上かかってきてしまうことや、断熱がこの下には絶対入っていないらしいんですよね。だからそんなに暖かさが実感できるっていう感じでもないみたいです。どの会社にも同じこと質問したんですけど、やっぱりここにね、内窓をつけるという方法が一番簡単でコストもかからず暖かくなりますよというふうに言われたので、その方法で見積もりを取っていただきました。では一つずつお見せしますね。まず1は地元の工務店さんに見積もりをしていただいた金額です。こちらは YKK の方が安く仕入れられるということだったので、前回 LDK につけた内窓と同様に YKK のプラ窓 U で見積もりをしていただきました。で、すべて S グレードでお願いしていて、ローE 複層ガラスのアルゴンガラス入りになっています。補助金は工事終了後に振り込まれるタイプの会社です。そしてこちらの業者は補助金申請額という名目で5万と記載されていました。そして見積もり合計額は88万円でした。はい。で、補助金予定金額は44万7千円になります。見事大体半額で内窓をつけられるという見積もり書になりますね。素晴らしいです。はい。ありがたいですね。で、こちらの会社さんは本当に定価金額もちゃんと書いてあって、こちらではこの金額でお支払いできる、で補助金はこのぐらいというふうに分かりやすく記載してあったの、とってもありがたい会社さんでしたね。で、まあ定価からこの会社はどのぐらいで提供してくれるのかなって計算してみると、定価の 60% の値段で提供してくれるような感じの計算になりました。で、工事代とかね、諸費用は、まあ、補助金の対象にはなりませんので、そのままの値段になっていますが、分かりやすい見積もり書になっていたと思います。はい。では次、2番目の会社はですね、積水ファミエスさんです。積水ファミエスさんはリクシルとプラマドユーどちらも値段が変わらず見積もりが出せるということだったのでお願いしました。補助金は先ほどの工務店と同じで後から現金で振り込まれるという流れになります。さすが大手ということもあり、現場に来ていただいてからもう1週間も経たず見積もりを出していただきました。そして補助金申請額はこちらは特にかからないそうです。はじめに先ほどの工務店と同様、プラマンド U の見積もりから発表していきたいと思います。合計金額は89万1000円で、工務店より1万円ちょっと高いという結果になりました。補助金はすべて S グレードになりますので、先ほどと同じの44万7千円になります。対してリクシルはですね、和室用は S グレードが取れないので、和紙の格子なしで見積もりをしていただいています。で、合計金額が税込み105万500円という結果になりました。補助金は A グレードの窓が1つありますので、39万4千円。一つの窓が A グレードになるだけで5万円ほどの差額ができてしまいました。なので S グレードの窓をつけるというのが結構大事になってきますね。で、窓って和室用のこの格子張りのタイプにしたいとか、あとすりガラス、目隠しのこの曇ったような白いガラスにするだけで金額がどっと上がってしまうんですよ。なので和室の窓が一番高い見積もりになっているんですけれども、それをまあ提案としては透明ではないけど型ガラスにするという案もあります。型ガラスにすれば透明ガラスと金額は一緒です。なので少しこう窓を型ガラスにしてぼやかして、あとはカーテンをつけるという案もあるみたいです。で、3番目のポイントインカムですね。こちらはリショップナビさん、ホームプロさん、どちらも申し込みしてみましたが、なんか提携会社が一緒だったみたいで、結果2社の方が来ましたね。で、2社ともリクシルのインパルスでの見積もりになります。で、こちらは結構早めに現場に来てもらったんですけれども、この動画を上げる最後の最後までちょっと見積もり書届くの待ったんですけど、まだ来てなくてですね、ちょっとご紹介することができませんでした。結構混み合ってるみたいで、なかなか見積もり書が来ませんでした。先ほどの積水ハイムでも見積もりした時にはやっぱりちょっとリクシルの方が高額になっていたので、 YKK さんよりもやっぱり金額は上がってくるかと思います。はい。では4番目、激安内窓クラブ。こちらはですね、リクシルのインパルスを使用した時の見積もりになります。で、こちらちょっと画面見ながら自分でやったところをちょっとお見せしますね。はい。こちらは激安内窓クラブのサイトですね。
右上の赤い部分、見積もりフォームっていうところをポチッと押すと、 DIY 取り付け、ハーフ工事、あとはフル工事という項目がありますので、そちらを選んでください。フル工事でないと補助金が下りないので注意してください。それで実際に数字を打ち込んでいくようになるんですけれども、現地に来ていただいた方と一緒に寸法をメモってあったので、こちらはメモを見ながら入力します。まあ詳しいことはこのように書いてありますので見てください。で、例えば窓の種類のところに選択できるので2枚引き違い、色はですね、我が家の場合はキャラメルウッドにしました。で、ガラスはこんな感じに窓リノベ対象のものがあるので、高断熱ペアというものを我が家は選びました。で、ここで注意なんですけど、こちらガラスの選択、結構すりガラスとかいうのは選べなくてですね、和室の場合和紙5ミリというものしか選べないので、補助金対象ではありませんが、我が家の場合和紙5ミリで和室のドアは見積もりしてみました。あとは取り付け枠や幅と高さを入力して、設置場所をこちらは玄関っていう風に選択しておしまいです。で、他のドアもずっと8個ぐらい私は入力して、最後に価格をチェックっていうところをタップして結果が出ます。で、こんな感じで8つの窓が記載されます。そして結果が販売価格437,000円、搬入諸経費20,000円、基本取り付け費44,000円、税込み合計額は551,100円という結果になりました。これはかなり安いと思います。工務店より30万近く安いので、これが本当だったらすごいなと思います。そしてしっかり補助金のことも書いてあって、先進的窓リノベ事業ですと386,000ポイントももらえるそうです。実質17万円ぐらいで窓が8つ付けられるという計算になるので、積水ファミウスさんとかと比べるとめちゃくちゃ安くなっているという結果になりました。はい、ではいかがだったでしょうか。窓を制する窓は断熱を制すると言われていますし、内窓を付けようと思っている方は補助金を利用できれば安く家の性能を上げる絶好のチャンスになると思います。割引率は業者によって様々ですが、2023年の3月時点で内窓の納期が通常より1ヶ月以上遅れていて、大変混み合っているという状況だそうです。この補助金は2023年の12月31日までですが、予算に達し次第終了となってしまいますので、補助金が出なかったという事態にならないためにもぜひ早めに行動してみてください。で、我が家はまだ3番のポイントサイトからの2社がまだ見積もりが来ていないのもありますし、で、激安内窓クラブは工務店とかよりも結構安かったので、安い方がいいなぁなんて思うんですけども、結構やっぱ混み合ってるみたいで、リクシルさんいつになるのかなっていう不安もあります。で、補助金が出なかったっていうことにはあんまりなりたくないなっていうのもありますし、皆さんはどう動いてるのかとかコメント欄に書いていただけると嬉しいです。今後も内窓工事の経過を動画にアップしていきたいと考えていますので、気になる方はぜひチャンネル登録をして待っていただけると嬉しいです。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録と高評価お願いします。